ティーチャーヤマトの日音エクストHi everyone, this is Yamato X Star Prop School Teacher Senga Senga Rara from Osaka Bio Tokyo and Living in Shonen District ここ日本ゆうてにゃーということで始まりました Teacher Yamato の西役ストでございます。アシスタントはオカピーでございます。よろしくよろしくお願いします。もう今週あ皆さん、こんにちはこんにちはですけど、今週末はもう10月ですよ。もう10月か。早いなぁ。早いっすね。10月が来るともう、うん、秋、そしてハロウィン、クリスマス、そうか、そういう時期になってきたかって感じなんですけどね、皆さんね、いかがお過ごしでしょうかとかっていうところなんですけど、いきなり話変わるんですけど、はい、しじみ汁ってあるじゃないですかしじみ汁、はい、はい、ありますね。あれしじみがいっぱい入ってるやつって、うん、身食べる人、身食べます。俺もいやもったいないです。あれ食べなかったなあ。あれ残す人いるんだよね。あしじみ汁がの中にしじみ本来の中のしじみ汁が出てるからっていうことで、あその汁が、うん、汁に出てるからっていうことで汁に出てるから、そう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 、もうそれ身はスカスカやとかいうやつがいるんですよ。そんなあのオルニチンとかね、そうそうなのかもしれんけども、うん、やっぱりそれ食べるよね。食べますよ。あれでもちっこいからさ、例えばちっこいお椀でもさ、それこそあの旅館行った時もそうやけど、うん、あのなんかとんかつ屋とか行った時にもさ、はい、ついてくるやんか、うん、ちっこいやつやから、そのちっこいお椀にも20個ぐらい入ってることあるやんか、うん、あれ全部取る。全部取ります。俺も全部取る。ちゃんと取り残しがないか、ちゃんとあの取ったやつと取ってないやつ分けますもん。いや俺は取ったらもうすぐゴミあの違うとこへ出すから別に分かんないけどね。あ、そっか。それは、うん、取ってじゃあね、と全部取るんですよ。取って食べるんじゃなくて、うん、取ってまずその買い殻なししじみ汁を作るんですよ。ほう。でしじみがいっぱい入ってる具だくさんみたいな感じでザブザブ食べるって感じです俺は。だからなんかスイカの種を全部取ってからガブって食べるみたいなねそのイメージなんですけど、まあとにかくね、食べるやんか、はい、で俺あのあれはどう、カニ汁、うん、カニ汁、あーカニ汁か、うん、食べにくいぞあれ。食べにくい、食べにくいですけど、うん、やっぱね肉とかねちゃんと残さず食べたい、食べたいよね、うん、でももうあのちっこいカニみたいなやつでさ、うん、もうなんかあの足の付け根みたいなところにはジュバッとあるけど、うん、足逐一食べてたらこれ切りないでみたいな細い足のやつがあるあれは俺ね、うん、一回昔食べたことがあんねんけど、うん、もうね嫌になってきてしかもあんま美味しくなかったりすんのよ。だからもう今は食べやすいところだけそのガブって食べて、その細いところはもう全部もうこうしがんだりするけどね、関西弁やなこれしがむって関西弁か、そうでもないか、関西弁かな分からんけど、しがんだりするだけでね、もうそのまま捨ててしまったりするようになってんけどね、うん、そんなんで言うとね、俺あのカレーでね、カレー、はい、俺世界で一番好きなカレーがね、うん、一番言うてるのに2つあるんですよ同率1位。そう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 、うん、それの1個がまずタイ あのココナッツのグリーンカレ おーめちゃめちゃ好きで、と同じのが同じくタイのプーパッポンカリー、プーパッポンカリー、うん、プーパッポンカレーね、うん、プーパッポンカリーかわいい。これあのプーやったかパッやったかポンやったかどれやったかが、うん、カニの意味でねほーカニの甘い味付けのカレーなんですよ。はーめちゃめちゃ好きで俺。ほんで、うん、そのプーパッポンカリーは、はい、あのカニ あのソフトクラブ、ソフトシェルのクラブだったら、
そのままバリバリって食べても美味しく食べられるんですよね、はい、でそういうのも日本でよくやってるから食べてたんですよ、うん、現地のタイに、まあ、ちょっと前行きましてね、うん、でそこのまあ海辺のとこでね、どこやったかな、なんかなんかあのリゾートな感じのとこでしたけど、とりあえず行ったんですよ。ほんで食べてたら、それね、夜の1時までのレストランなんですよ。海辺にあるレストランで、もう海のすぐ上みたいな感じのところにあって、テラスみたいなね、いいわーと。また一人で食べてたんですよ、うん、ほんで12時20分ぐらいになったら客がゼロになったんですよ、うん、みんなもう早く帰ってて、うん、でまあ俺一人でそのプーパッポンカリーを食べてたけど、向こうのプーパッポンカリーはそんなにそのソフトシェルクラブだけじゃなくて、うん、普通の硬い殻のやつとかも入ってるんですよ。ほうほう。で硬い、もうあの歯みたいに硬いやつなんだからもう絶対に噛み切れないんだけど、その中をこう全部俺ほじくって食べてたんですよ、うん、12時20分ですよ。1時まで空いてるんですよ、はい、でも12時20分俺1人なんですよね。で12時半になりました、うん、もうあの従業員が向こうもアバウトやからね、もう帰りたい素振りがもうめちゃめちゃ出るんですよね。で片やこっちでもうタバコ吸い出すわ、片やもうなんか会計のなんかチェックし出すわ、自分らが食べ出すわ、うん、でまあ、チラッと俺の方見てさ、まだ帰らへんかな、で俺はカニと格闘中で買ったイコーラやな思って、まあ、それのついてんのこれまた美味しいんですよ、うん、ずっと美味しい、手べちょべちょなんだけどねで食べてようやくこうあの食べ終わったなぐらいの感じで、うん、で時計見たら12時50分お、まあ、まだ全然ね、確か12時半ぐらいがラストオーダーやったはずやのに、うん、もうその前からみんな片付け出しててね、うん、12時50分俺ですよ。でもさすがに俺もちょっと悪なってきて、ゆっくりほんまはしたいけどね、1時まで、うん、もうええや食べたからもう帰ろうと思って、めっちゃめちゃ美味しかったんだけどね、うん、でお会計はって言ったらもう喜んでスササーってもうほんま超特急で持ってきてさでお金渡してバーって帰ってきて、ありがとうございましたって言って、もうこっちパンパンパンやりだしよんねんな。でも俺は帰ってすぐ閉めよったけどね、うん、まあ、1時まで開けとくよっていう話なのに閉めよったけどねっていう話があったと、うん、でまあこれまあ続きがあるんで後半にと。こんな時じゃなけりゃ仕事抜きで喋れないからと、桜満開4月の夜に芝生で騒いだ、夏になればたまにゃ女抜きで旅に出ようなんて、しけた浜辺で寝転がって朝まで語った、屋台がずらりと並んできらめいてた、いつぞやの春祭り林が聞こえる、夏の空には夢花火、 Hey brother、 しりじりになったけど春が来ればまた会いたいな、とっておきの桜の下で、 Hey brother、夢は見つけられたのかい、夏が来ればまた会いたいな、海の見える店で飲み明かそうぜ、秋の浴びしい風。はい、お聞きいただいておりますのは私のファーストアルバム1から久しぶりですね、 Brother でございます。
この曲を含め、ヤマタ X スターの全曲は Amazon、Apple、iTunes、Google Play、Spotify、レコチョクディヒッツ、LINE ミュージック、YouTube ほか、サブスクリプション全30社以上で定額無料でお聴きいただけます。ということなんですけども、そうです。この曲はですね、まあ、1に入ってますから、全国のジョイサウンド系列のカラオケボックスでも皆さん歌えますからね。ぜひリクエストしてみてください、ということなんですけれども。まあ、そうですね。まあ、タイでそういうことがあったのもあるんですけど、まあ、食事で言うとね、ちょっと前ですけどね、最近さ、はい、なんかファミレスとか普通のレストランとかも結構チェーン店とか、なんかこうタッチパネル化してるよね。ああ、そうなってるとこ多いですね。ね、ほんで私も大好きな安い中華のバーミヤン行ったら、はい、気づいてんけどさ、何やこれと思ってんけど、梅酒とか紹興酒のデキャンタのを頼もうとするじゃないですか、はい、そしたらその後にグラスって出てくるんですよ、人数分で1個2個3個4個5個6個って出てきて、そこから選ぶんですよ、でもその後にグラスなしってあるんですよ。ああ、そうそうそう、考えたら分かるんですけど、最初ガブ飲みっすよ最初の注文でねって思ってしもたんよ最初は。まあまあ考えたら分かんないけどね、あ、そういうことか、グラスでしたということなんですけどね。あとタッチマネーで言うとね、まあこれまあ、これも全国展開の、まあ、チェーン店ですけどね、高級和食のチェーン店があってね、そこがね、食べ放題のなんかしゃぶしゃぶみたいなのをやってるんです。しゃぶしゃぶ、まあかごの屋さんっていうところなんですけどね、でそこ行ったらね、これ食べ放題のしゃぶしゃぶやのに、しゃぶしゃぶ以外にも普通に一品料理とか天ぷらとか寿司とか、もう何でも食べ放題で、めちゃめちゃ得なんですよ、でこれ2時間制か100分制とかね、なんかそんなんやけど、10分前にはそれ全部タッチパネルで頼むんですよね、でタッチパネルのとこ10分前に10分前って出るんですよ、あと10分で頼めなくなりますよということでね、で10分前になって、ああそうかと思って頼まずにちょっとおって、さあ頼もうと思ったらまだ10分前って書いてあったから、あれと思ったら、その10分前に10分前の表示が出んねんけど、実はあと何分っていうのは小さく上に出ててあと2分って書いてあったんですよ。うわやべえと思ってパパパって頼んだと、でね、その頼む時にその杏仁豆腐を頼んだんですよ、で杏仁豆腐このちっこい入れ物に、こうなんか一口サイズ、二口、三口ぐらいの、まあちょうどいい感じの、それ俺杏仁豆腐俺めちゃめちゃ食うから杏仁豆腐いっぺんに8個とか頼んだほんならその杏仁豆腐にこうクコの実がちょっと乗ってるやんか、でそれあのクコの実がこう乗ってるやつが来て、でまた来てって8個頼んだ時8個来たんですよ、で8個全部食べようってまだ足らんからと思って、また8個頼んだんですよ。そしたらこれ実際の画像あるんでまた YouTube であげますけど、ものすごい大きな器にドバーンって入れられてきたんですよいや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 、ちょっと気持ち的にと思ったし、しかもね、8個やねんから、クコの実がさ、8個入ってないとあかんのに、2個しか入ってないんです。わー、そこ気にするよね。気にするよね。まあ、こんな話いっぱいあるんですけど、また来週も続きますよ。来月は10月ですね。ということで、この番組はティーチャイムとの、ニチョンエクストーク！ Hey, brother!